いいね。なにこれ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。わーお、いいね。あ、おいしいね、これ。なんだろう、カレーなんだけど、牛肉。これね、なんとも言えないね、おいしさ。これも普通。でね、懐かしいね、この香港のご飯。独特なご飯。まあ、タイ米ね。香港に住んでる人、これ超うまい。ディナーです。これ、まあ、初日のさ、ランチとディナー一緒にデリバリーされてきた。香港っぽいでしょ。まあ、時間が微妙だったのよ。時間が微妙。でも腹減ってるから、すぐ持ってきてやってたの。そしたら、ランチとディナー一緒に入ってた。俺、そういうの好きなんだよ。そういう香港のそういうところ。効率を求めるところ。で、これどうなんだろう。こういう感じ。で、これ、さっき1日目のこれ、同じ。あ、ちょっと違うの。微妙に違うの。カレーなんだけど、微妙に違う。これ、キムチかな。うん、ということで、実食。そしたらさ、一番怪しそうなこの、何？これはね、多分あんまり美味しくないと思う。僕これ、香港の経験でわかる。これあんまり韓国っぽいんだよね。ちょっと実食。あ、悪くない。不思議な味がする。日本人の皆様は絶対ダメだと思う、これ。だけど、懐かしの味がする。うん。うん。これは、カレーちゃん、じゃがいもカレー。これ絶対美味しいから、これはいいや。まずは。これ何？ナス？結構、そそるんだけど、これどんな味？実食。あ、不思議な味がする。とても美味しい。とても美味しい。不思議な味がする。なんだこのタレ。すごく不思議な味がする。すごく美味しい。これね、あんまり美味しそうに見えないでしょ？香港のお弁当の特徴っていうのは。だけどこれがね、なかなかどうして美味しいんだ。実食。美味しい。何の味これ。すごく美味しい。何の味これ美味しい。でさ、まあ、これ定番のタイ飯ね。うん。まあ、定番だね。うん。これ不思議な味すんな。不思議な味する。これ見た目美味しくなそうでしょ？多分日本人の方これ無理だと思う。で、日本人の方これとこれ。日本人の方これとこれ無理だと思う。あとさらに、日本人の方これ無理だ。うん。これ、自前こっち持ってきた。でさ、このさ、隠れ飯。このバックがいいでしょ、バックが。この感じ。この感じね、バックが。ちょっと反射しちゃったんだけど、バックいいでしょ、バックが。この感じ。さ、このね、じゃがいもカレーは、香港独特のね、甘い感じなの。ちょっとね、カレー、多分日本人の人ね、この味食べたことないと思う。美味しそう、見えない。これ美味しいんだ。これはでも定番で美味しいの。ちょっと甘い感じがすんの。でね、これね、レストランでこれ辛くもできるんだ、レストラン。ね、なんていうかな。辛ソースがあんだ。これは普通に美味しい。でね、日本人の人、大概ダメだと思うんだ、絶対に。だけど、不思議なんだね。このカレーには、この、これが合うんだ。これ日本米じゃないんだね。これ、このカレーの、ポテトカレーに合う味は、このタイ米なんだよね。ぶっかけご飯にしてもいいんだよ。ぶっかけご飯にしても。だけど、そうするとね、ちょっと、あとね、これもね、不思議な味するんだけど、不思議な、もうね、なんとも言えない。辛いんじゃないんだよ。これ多分ね、韓国のキムチをデフォルメしたバージョンだと思うんだけど、辛くないの。甘いの。で、さらに、温かいの。これね、特徴。香港の B 級グルメを紹介してるんだよ。うん。僕初日のね、今ランチとディナーを、ランチを食べてディナーを食べた感想なんだ。今食べ、ディナーね、食べてる感想なんだけど、俺ね、香港長いぞ、生活マジで長いんだ。だから、こういうね、ご飯が食べたかったの。この、チャーシャン店。だから日本で言うとさ、高級飯じゃなくて、あるでしょ定食屋さんのって。で、これがね、慣れるとね、この味になれると、ものすごく美味しく感じるの。で、ものすごくワクワク感が止まらないよ。